どうもこんにちは、太郎です。メリークリスマスということで、クリスマスっぽいゲームをちょっと実況してみようかと思いまして、今回泥棒サンタやっていこうと思います。行きましょう。よいしょ。泥棒サンタ。なぜこんなことになってしまったんだろう。すべてはあいつのせいだ。そう、神の仕業だ。俺は世界一の泥棒だった。自分で言うのもなんだが、世界一というのがまさにふさわしい。世界一。俺は世界を股にかけて様々なものを盗んできたのだ。一度も失敗することはなかった。それなのに、俺の一生の不覚は神に捕まってしまったことだ。しかし驚いたよ。神に捕まるってよっぽどじゃない。もうそれは世界一なんていいわ。俺への刑罰が5年間サンタクロースになることだって。大泥棒のこの俺が子供にプレゼントを配るって。神というやつは何とも皮肉なことを考えたものだ。なんだそれ。今まで盗んできた人が配る側になるってこと？始まった。これどうやって遊ぶんでしょう。これ何した？箱を集めて靴下を押すと話が進むか。これか。お、何これ、箱？これタップして集めるのかな。よいしょよいしょ。とりあえずこれで全部かな。もうさ、ソリもさ、トナカイが引いてないんだよな。トナカイすらもう乗ってるっていう。よっぽど重い罪だぞこれは。自分でソリとトナカイを押してプレゼントを配ってる。じゃあこれストーリーかな、話を進めましょう。お、一個使った。そのために俺は今必死で大袋にプレゼントを詰めている。そう、子供たちに配るプレゼント。人様から物を盗むことを仕事にしていたこの俺が、なんでガキに贈り物を配らなきゃいけないんだ。まったくお笑いだぜ。もう一回行こう。だが神の野郎、今に見てろよ。俺はある計画を着々と企てていた。泥棒のプライドかな、これ。なんでしょう。面白いね、これ。1年目、相棒。そっか、5年間あるからな。そっか、これ押したらさ、家にさ、煙突にシュッシュッシュッって入っていく。今気づいた。プレゼントが入っていくね。今日はクリスマスイブ、いよいよ本番だ。袋詰めも完了したので、あとは移動用のトナカイが来たら出発するだけだ。あ、それにしても遅いなぁと思ってたら、薄汚い子犬が足元にまとわりついていた。犬なくなっちゃいましたね。これでまた溜まったらこう取りに。お、めっちゃ溜まってる。もらおう。仕事が忙しいぞこれ。これ上限アップちょっとしてみよっか。上限が30個になった。集めよう。よし、話を聞きに行こうじゃないか。1年目、頑張って配ってください。あっち行け。だが子犬はじっとこっちを見て動こうとしない。仕方なくシッシッと追い払おうとした。その時、プレゼントの袋詰めは終わったか、子犬がそう聞いて。え、子犬が喋る。めっちゃ怖いが。相棒かな、それが。まさかの子犬が相棒。配りましょう。おい、ちょっと待ってくれ。まさかお前が。そう、お前の相棒になるルドルフだ。俺は返す言葉が見つからなかった。まさかワンちゃんが相棒とは。こんなちっこくて子犬のようなのが俺のトナカイ？しかも鼻水垂らしてアホ面してるこいつが。トナカイじゃなかったの。一生懸命じゃあ、だから自分で押してんのかな。あ、なくなっちゃったね。溜まってるかな。お、
これどこなんだろう。結構プレゼントすぐ貯まるんですね、これ。ちょっと見ててみようか。増えたりするのかな、ここで待ってたら。ネズミ。ネズミタップしても何も起こらん。人格するか。うおめちゃめちゃ来た。集めろ。これ誰がさ、箱を置いていくのかな、神様かな。お前これまた見たら全角すんのこれ。え、おえ、これ何回でも全角できるのかな。めっちゃすごくない。そしたらもう一回見る、タイムプリンセスもうめちゃめちゃ見ましたが、はい、なんか全回復のボタン永遠に押せて CM 見まくって宝箱集めてたら990円になりました。これ1000いくんかな、ちょっと行きましょう。今まで30個とかだったら999、1000いくじゃんやば、大忙しだよ大泥棒さん。よし配ろうぜ。じゃ経験値2倍も使うか。よし、行くぜ。俺の計画はこれで3だ。俺は金持ちの家で金目のものをいただいて、ソリでそのまま逃亡するつもりでいた。そのために逃亡ルートも練り上げ、あとはトナカイが来るのを待つだけだったのだ。あプレゼント配りに行って盗もうってこと？悪いやつだな。お、なんか高速で配ってた。それがやってきたのがこんなちっこい犬黒じゃ、ソリで逃亡なんてありえない。俺はがっくり来た。ん？どうした？早く行くぞ。犬黒がそう言うので俺は首を振ったこんなんじゃいけねえよっつってな。こうなったら自分の足で逃げるしかない。俺はそう腹をくくった。お前どこへでも好きなとこへ行け。お前も自由になりたいだろう。俺は犬頃にそう言ってやった。だがうるさいよ、早く取得しな。おお、犬やる気だぞ。犬のやる気は？俺は耳を疑った。これからお前の初仕事だろ、早く言う通りにしなよ。なんだと？こいつ俺に指図するのか。てめえぶっ殺すぞ犬っころが神の使いかもしれないやろ。配りましょう。だが犬っころは平然とこう言い放った。そんな態度取るとためにならないよめちゃめちゃ大人だが犬。なんだ、我のためにならないだと。こんな犬っころの余裕っぷりは一体何なんだ、気になるよね。なんだその犬は。これ312になったら何か起こるのかな。お、1年目初仕事。俺はヒーヒー言いながらやっとのことで1軒目に着いた。俺を相棒と抜かしやがった自称トナカイのあの犬っころと100人分のプレゼントを乗せて、俺はソリを押してここまでやってきた押してるな、頑張れ。お、ちょっとトナカイになってる、すごい。あ、2倍期間終わっちゃったのか。トナカイをソリに乗せてサンタが押して歩いてくるとは、なんと本末転倒の話なのだ。ご苦労さ、行くぞ。犬っころがひょいっと空から飛び降りる。こいつの上から目線には理由があった。なんだこれ、経験値2倍って回復できるのかな。ちょっと知っちゃおうかな。うん、回復しましたね。2倍にしましょう。よし、頑張れ。どんどん配るんだ。めちゃめちゃ配らせてくれる。なんと、こいつは神の指令でやってきた。俺の監視役だというのだ。本当に神の使いだった。まさかこんなやつが。俺は試しに全速力で逃げ出したのだが、小さいとはいえさすが犬、いやトナカイだけあってその脚力は恐ろしいものがあった。
結局俺は逃亡を諦めざるを得ず、やむなくソリを押して一軒目にやってきたというわけだ。全くなんてことだ。だがたどり着いた家を見て俺はがぜんやる気が出た。一軒目から金持ちの豪邸じゃないか。お、やるかこいつ。豪邸を見て俺の泥棒根性に火がついた。全然懲りてない。一年目、悪ガキトミー。トミーよ。だが犬っころは俺の心を読んだかのように、逃げたいなら好きなものを盗んで逃げな。な、何こいつのこの余裕が不気味なのだ。え、やっちゃうすか本当に。止めないのか犬っころ。配りましょう。俺は平成を装い、入り口となる煙突に向かった。犬っころが当然のような顔をして俺の頭の上に乗っかってくる。気をつけて降りろよ、なんて泣かしながら。俺は世界一の大泥棒だぞ。こんな煙突くらい、いて、いてて。俺は物の見事に煙突からずり落ちてしまった。おかげで、すすで真っ暗だ。煙突から降りるってなかなかハードだぞ。しかも、痛い思いをしたのは俺だけで、犬っころは煙突の下で尻餅をついている。俺の頭の上から何事もなかったかのように、平然と飛び降りた。その時。ああ、泥棒と子供が一人起きてきた。違う、サンタだ。俺はそう怒鳴るとプレゼントを放り投げた。なんてサンタだお前。でもなんか言い訳が立つからいいね。泥棒に入っててもえ、サンタですみたいなさ。これ一個配ったら3ポイント入るね。いいじゃん、どんどんあげましょう。汚ねえな、真っ黒じゃないか。確かにリボンで結ばれたプレゼントの箱はすすで真っ黒だ。しかもなんだよこれ、今時こんなもんで喜ぶかよ。中から出てきたのはブリキの機関車だ。え、でもなんかいい感じ、サンタさんがあげるのってそんなんじゃない。最新のゲーム機とかかと思ったかな。悪ガキトミーどうなっちゃうんだろう。なんでだよ、いいじゃねえか、これで思い切り遊べ。ふざけるなよ、しかも戦闘だけってなんだよ。一両目だけか。本当だ、戦闘の一台だけだ。俺はでもしけたプレゼントだと思う。来年は二両目をあげよう。二両目をあげたら違うタイプのやつでこううまくつながらなかったりしてね。あ、こっち来ちゃった、ちょっと回収するか。プレゼントが溜まってますね。よっしゃ、またあげに行きましょう。だが仕方ない、品物は俺が決めたわけじゃないのだ。へ、お前の家は金持ちのようだからこれで十分だって神のジジイが思ったんだろうよ。とにかくありがたく受け取っとけ。めちゃくちゃなサンタだな。ぶん投げるんですよ、しかも。これプレゼントだっつって。いらねえよ、こんなもん。あ、このクソガキ、機関車を放り投げやがった。この野郎。人がクソ寒い中、持ってきてやったのに何するんだ。喧嘩になっちゃうの？一軒目から。忙しいぞ、こいつ。千人分のプレゼントが。だが、トミーというそのクソガキは平然とした顔で、サンタのくせに子供に暴力を振るうのか？神様にチクってやる。そう言っていきなりブツブツと祈り始めた。つえトミー。神を盾に。子供である特権と神を盾にこいつ。こらやめろ、俺は慌てて言ったが、犬っころの野郎もトミーの横に座って祈り始めやがった。もうあいつは味方じゃない。だが、こいつらがそうしてる間に、俺は、金の置き時計を大袋にさっと入れた。お、ちゃっかりしてんじゃん。盗んじゃうのかな、そのまま。子供部屋には、釣り合いの正真正銘純金の代物だ。
この辺の手際の良さはさすが俺様。よし、この調子で次も行くぞ。やる気が出てる。モチベーションの出し方おかしいな、こいつ。さあ、どんどん配りましょう。トミーの家も終わりかな。次は2軒目か。少々。お、なかなかストーリーが出ないですね、今回は。お !1 年目、孤児院のルイスとマイク。行きましょう。なかなか下積みが大変ですね、1年目。2軒目は孤児院だった。ここじゃ盗むものはなさそうだな。だが、ここでプレゼント10個以上はさばける。なんせ自分で処理をしているから、少しでも荷物は軽い方がいいのだ。確かに。盗めば盗むほど重くなるけどな。まあ、それは良しとしていくのかな。個人か。何あげるんだろうね。それこそ機関車とか良さそうだけど。誰に何を渡すか決まってるんだから間違えるなよ。分かってるよ。うるせえな。犬心がごちゃごちゃ言うものだから、またガキどもが目を覚まし始めた。喧嘩になっちゃう、また。また神に祈られたりしてね。お、サンタだぞ。すげえ、本当に本物か?しかし、みそぼらしいサンタだな。もう、一年目の下積みサンタだから。サンタっぽく見えないんだろうな。どうなっちゃうんでしょう。俺はそんなガキどもの相手はせず、黙々と配り続ける。無視。まさかの無視。だがガキどもがプレゼントを開けると、ざわつきがますます大きくなった。お、中身は何なんでしょう。ざわつきか。おい、それよこせよ。やだよ。俺はこっちの方がいい。サンタさん、僕も飛行機の模型が欲しいんだけど。まったくうるさいガキどもだ。要望が。そっか、人気のおもちゃとかあるんだろうな。間違えてさ、あの金の時計とか渡しちゃったりして。だが待てよ。他のプレゼントもここに全部置いていけばいいんだ。うなんてやつだこいつ。哀れな孤児院のガキどもにやるんだから、神も文句は言わないだろう。マジで置いてっちゃうのかな。あとはもう泥棒しかしなくなっちゃう。よし、もっと持ってきてやろうな。と、俺が言うと、犬っころがまたうるさいことを言った。ダメだ、他の子供たちが待ってる。うるせえ、つべこべ言うんじゃねえよ。犬がちゃんと仕事してる。すると、犬っころがメモを取り出した。おい、おめえ何書いてんだよ。バカだな。日報だよ。一件目で泥棒、二件目でノルマ放棄。もう大変な報告が上がってしまう、これ。おいおい、見てたのかよ。当然だろ。金の時計は俺が戻しておいたから。すげえ。意味なかったね、盗んだろ。お、7777だよ、靴が。よいしょ。上げていきましょう。サンタも大変ですね。いつの間に、俺が気づかないうちに戻してるなんて、こいつただの犬っころじゃねえ。俺はようやく、こいつが監視役なのが理解できた。マジで何だと思ってたのじゃ。個人これで終わりなのかな。くそ、仕方ない。俺は無理やり笑顔を作っていった。こらこら子供たち。みんなで仲良く分け合ってな。喧嘩するんじゃないよ。サンタっぽいこと言うじゃん。だがガキどもの騒ぎは収まりそうもない。シャンシャン。しかもマイクという図体のでかいガキが急に俺に絡み始めた。お前本当にサンタかよ。サンタならそんな子中へ連れてねえだろ。ついにツッコミが子供にもバレてしまうね。確かにこんなの連れてたら疑われても仕方ないの。なかなか苦労してますが、1年目。でもここはちゃんと言っておかなきゃいけない。いくら俺がいやいややってても、俺は歴史としたサンタクロースとして仕事をしているのだから。
おじさんは本物のサンタクロースだよ。俺は満面の笑みでそう言った。まあ嘘はついてないな。ん？線香になりましたね。嘘だね。サンタなんか本当はいないんだよ。はあ、俺はため息をついた。お前な、子供のくせにそうやってひねた考えはやめな。ろくな大人にならんぞ。俺みたいな、と言いかけたが。まあ、サンタだからな。サンタって不思議なもんだね、なんか。サンタなら、なんでそんな汚いんだよ。おっさん汚すぎるや。何？この言葉に俺はすっかり頭に来てしまった。しかも他のガキどもも調子に乗って暴言を吐き続ける。孤児院大変なことになってますが、大丈夫でしょうか？盗むものもなし。盗んでも返されるし。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってるとぶっ殺すぞ。言っちまったか、このサンタ。さすがにガキどもが口をつぐんだその時。その時なんだ、犬かな、ワンちゃん来る、かわいいね、よしよし。その声の主ルイスが俺の渡した人形を抱きしめて話しかけていたのだ。そしてルイスは俺の方を見ていった。サンタさんありがとう。いい子じゃん。いい子に出会ったな。予想もしなかった言葉に俺は思わずメリークリスマス、また来年な、と言ってしまった。なんか気分良くなっちゃったのかな。その言葉に他の子供たちも各々のベッドを手に取って、各々のプレゼントを手に取ってベッドに戻っていった。なんか小さい時のこと思い出すね。よかったな、礼を言われて。雪道でソリを押していると、犬っころがそう言ってきた。うるせえ、知るか、そんなこと。と、俺は言ったが、ルイスのありがとうという言葉が耳から離れずに残っていた。よかったじゃん。ありがとう言われて。結局、俺は今年のノルマ100人全員にプレゼントを配り終えた。ノルマ放棄はどんな理由があっても許されない。来年もそれを忘れるなよ。犬っころはそう言って帰っていった。帰っちゃった。なんかそのまま一緒に住み着いたりするわけじゃないのか。相棒どっかに帰っていった。100人か、めっちゃ大変そうだな。100人、けっ、ノルマなんか知ったことか。空や海やいろいろな場面で追ってから逃げてきたこの俺だ。来年こそは必ず逃げ延びてやる。こいつガッツがあるな。これ、あれかな？ 1 ゲージで1年みたいな感じなのかな？このさ、配った時の音がいいね。シャンシャンって、サンタクロースの BGM。お、1440なりそうだよ。来たね。え、もう3年目？2年目はどうなっちゃったんだろう？逃げ延びてやるってちゃう。相棒の成長。今年もまたクリスマスがやってきた。結局2年目も逃亡は失敗に終わり、3年目を迎えてしまった。とにかくあの犬っころがかなりの腕利きなのだ。成長しちまってるか、あいつも。去年は火がくべられた煙突に突き落としてやろうとしたが、めちゃ、怖っ。裏をかかれて俺が落ちてしまい、危うく焼け死ぬところだった。なんとか逃亡できないものか。俺がそんなことを考えながらプレゼントの袋詰めをしていると、またあの犬っころがやってきた。今年もあいつがやってきたみたいな。おい、レベルアップしてますが、何かタバコを吸うな、タバコを。タバコを吸いながらプレゼントを配るっていう、出世したな、こいつも。3年目ともなれば、そろそろいい仕事ができる頃だな。こいつもだいぶ大きくなって、少しはトナカイらしくなってきたが、憎たらしい口ぶりは変わらない。自分こそソリも引かず、無駄口叩くだけじゃねえか。これ今弾いてるソリはなんだこれ。イマジナリートナカイかもしれない。泥棒サンタが3年目にして手にしたイマジナリートナカイ。だが犬っころは、そんな俺の気持ちを察したかのように、俺の仕事はお前の監視だ。だが今年はソリくらい引い、お！
あいつが引いてんのか本当に。何がソリぐらい引いてやろうだ。それがトナカイの仕事だろうが。なんてやつだ。すまんかったな。イマジナリーじゃなかった。リアルトナカイでした。食ってやる？トナカイって美味しいんだろうか。鹿肉、鹿？いや、俺だったら食えねえな、でも。お、トミー。トミーのとこ行く？子供の成長見守ってんじゃないこいつ。もしや。今年も一軒目は、悪ガキトミーの家だ。もう恒例みたいな感じになってる。しかし、いつ来ても立派な屋敷だ。なんとか一つでも盗みたいところなのだが。顔見知りになっちゃったりしてね、トミー。お、サンタ今年もか、みたいな。お、今年はスムーズに煙突を通れたじゃないか。また余計なこと言いやがって、コロメ。なんだ、またサンタか。別に何もいらないよ。トミーも相変わらず生意気だ。ありがたみがないんだな、全然。なんだ、またか、みたいな。行きましょう。今年は少しいいものを出せと、神の野郎に言っといてからよ。期待しな。だが、中から出てきたのは、またもブリキの機関車だった。全然要望かなってませんか？苦情のお手紙が来てしまうね。来年は、機関車以外でお願いします。って。また同じじゃないかよ。いらないよ。同じじゃねえよ。よく見ろ。おい、二両目、三両目とこれ手に入れていってるぞ。繋げて遊べば最高じゃないか。いいじゃん。本当に二両目と三両目になっちゃうんだ。次、個人かな。お、トミーともうちょっと絡んでいく。ふんと放り投げると、向こうの個人にでも持ってけよ。こんなものでも喜ばれるぞ。それを聞いて、俺はため息をついた。トミー、あの子たちは親がいない。そんな言い方するな。親がいたっていつも一人でいたら、結局は同じことさ。トミーのちょっと、心を開いてんじゃん、トミーの。トミーは大豪邸に住んでるけど、親が家にいないのかな？そういうことでしょうか。よくよく聞くと、トミーの両親は、会社を経営していて、クリスマスは毎年忙しく、トミーはいつも一人なのだという。ま、俺は一人の方が気楽だからいいんだけどな。こいつ、昔の俺みたいなことを言いやがる。ちょっと強がってんじゃん、トミー。トミーのことも気になるな。でもちょっと個人のさ、ありがとうって言ってくれた女の子のこともちょっと気になるね。出てくるかな。今年はなんか660っていう、なんだかノルマが少ないんじゃないですか。つかさ、このトナカイ全然動かんが、あ、動いた。ちょっとノリノリで配ってしまいました。めちゃめちゃ来たな、あっという間に。あとちょっと。ま、親がいることの幸せが、いつかこいつもわかるだろう。あばよ、来年も来るからな。うちはもっといいもんもらえるからいいんだよ。来年は来るなよ。お前、少しは大人になれ。幸福なんて、いつまでも続くほど世の中は甘くないぞ。だが、こいつにそんな言葉が通じるはずもないか。さて、次は孤児院だ。またルイスの喜ぶ顔が見れると思うと、俺はなんとなくウキウキしていた。ルイスのことちょっと気になってんじゃん。なんか増えてますね。プレゼントちょっと回収しに行こうか、また。お、なんか増えてない？427個から、この回収する速度が泥棒時代に培ったテクニックかもしれない。なんか上限が上がってますね。60個ぐらい？いい感じ。この本何なんだろうね。ちょっと見てみよっか。そういえば、みたいな。あ、階層ね。なるほど。最初やべえな。家とかタップしても何か起こるかな？何も起こらないか。よし、じゃあ今回も真面目に配っていきましょう。
でも女の子の成長は早いからな。ルドルフがまた俺の気持ちを読んだかのように嫌味なことを言いやがる。本当にうざったいトナカイだ。いつか毛皮を剥いでコートにしてやる。全然仲良くならないな。だが俺を待っていたのはルイスの予想もしない反応だった。何か起こったのかな。サンタさんお願い、今年はお人形さんじゃなくてドレスが欲しいの。いつものように人形を渡すとルイスが珍しくダダをこねた。なんでだろうね、ドレスが欲しい。なんだよ、ドレスなんて早いだろ。それに去年約束したじゃないか、また人形持ってくるって。だがルイスは首を振る。私サンタさんにお手紙も出したのよ、今年はドレスにしてって。見てないの。おい、手紙。ちょっとあれかな、わがままになっちゃったのかな、なんか理由があるのかな。そんなの見てないぞ、サンタへの手紙は神のもとへ届くはずなのだから。俺は窓の外から中を見ているルドルフを見るが、奴は相変わらず澄ました顔で知らないふりだ。役に立たねえ。あのルドルフ、どうしてもダメ。ルイスは必死で ドレスをねだる。だがないものは仕方ない。ごめんルイス、ドレスはないんだ。ルイスはじっと舌を抜き涙をこらえていたが、パッと俺の方を見て怒られちゃうかな。ダダこねる。それでもありがとうというかな、サンタさんのバカ。おわ、そう言って部屋から出て行った。どうしたんだよルイス。その様子を黙って見ていたマイクが突然ルイスに向かって行った。け、お前なんかどこへでも行っちまえ。なかなか3年目となるといろいろありますな。一体何があったんだ。あいつは金持ちの家にもらわれて行くんだ。え、俺もびっくりしちゃった今。明日の明け方迎えの馬車が来るんだよ。悪ガキトミーの家に行ったりして、まさか金持ちの家。そうか、そういうことだったのか。それでいい気になってるんだよあいつは。いや違う、それは違うぞマイク。なんか恥ずかしいのかな、何普段の格好でさ、その金持ちの家に行くのが。ルイスはきっと新しい家に行くのに恥ずかしくない洋服を着て行きたかったんだ。今の服はボロボロだからな。新しい親に恥ずかしくない自分でいたい。ルイスはそう考えたに違いない。やっぱり子供ながらにちょっと気になってドレスが欲しいって言ったんだね。俺はそう思うと胸が痛くなった。神の野郎、なんでルイスに服をプレゼントしないんだ。ルイスのバカ野郎、俺は金持ちなんかにもらわれないぞ。ずっとこの家で暮らすんだ。涙ぐんでそう叫ぶマイクの気持ちも俺にはよくわかった。行っちゃうのがちょっと寂しいのかな。ルイスとマイク、俺はこの子たちに何もしてやれないのか。非証明。なんかしてあげんの。来年来てもいないってことか。孤児院を出た後、俺はルドルフに食ってかかった。お前手紙のこと知ってたのか。ああ知ってたよ。それを聞いて俺はカッとなった。お前ちゃんとサンタやってんじゃん。めっちゃ意識変わってんな。じゃあなんで服にしてあげないんだ。あの子の気持ちも考えろ。おいおい、プレゼントを決めるのは俺じゃないぜ。そんなことは分かっている。だが神の手先であるお前のことも俺は許せねえ。もう泥棒どこ行ったみたいな感じになってるね。真面目に働くサンタさん。すべては神のお申し召しなのだよ。この言葉に俺はすっかり頭に血が昇ってしまった。やめだやめだ、サンタクロースなんかもうごめんだ。やめちゃ。おい、プ
プレゼントを待ってるのはルイスだけじゃないぜ。ルドルフはいつもと変わらない口調で言った。ルイスに新しい家族ができる。それで十分じゃねえか。そう言われて俺はハッとした。まあでも幸せになるんじゃない？どうなんだろう。言われてみれば確かにそうだ。ドレスなんか問題じゃねえね。ただ俺はあの子の気持ちを思うと。お前の気持ちは分かってるよ。だが今は仕事だ。まあそれは大人から見たあれっていうだけで、子供からしたらやっぱりドレス欲しいんだろうな。俺はルドルフの言葉にようやく立ち上がった。今年のノルマを終え、帰路に着いたのは明け方近くだった。ちょうど孤児院の祖母を通りかかった時、一台の馬車が止まっているのが見えた。ルイスだ。それはルイスを迎えに来た馬車だった。お、ルイス行っちゃう。立派な身なりの紳士とその婦人らしき女性がルイスに話しかけられているのが見える。この二人がルイスの新しい親なんだろう。ルイスは恥ずかしそうに下を向いているが、二人はそんな彼女を優しく迎え入れているようだった。優しそうな上でよかったじゃないか。ルドルフの言葉に俺はうなずいた。本当によかったかもしれない。どうなっちゃうんだろうね。神の意図が俺には分かったよ。綺麗なドレスなんか着なくても迎えてくれる親にルイスは巡り会えたんだ。よかったなルイス。まあ引き取ってもらった後ドレス買ってくれるかもしれないしね。どうなんだろう。だがその時孤児院の2階からマイクが見ているのに俺は気づいた。マイクは唇を噛み、涙をこらえてルイスを見ている。マイク、お前は強くなるんだ。俺はお前の幸福も祈ってるからな。ちょっと話が進んだね。マイクどうなっちゃうんだろう、マイクも。ルイスを乗せた馬車が走り去っていくのを俺はいつまでも見つめていた。なんかサンタになることで子供の人生をさ、ちょっとずつ知ることができて、こいつもいろいろと感情移入してんな。この泥棒も3年目終えてさ、なんか5年経った頃にはめっちゃ真面目に働いちゃうかもしれない。なんか3年目でこんなに変わるなら5年目どうなっちまうんだって感じで。あー、プレゼントがなくなってきましたよ。今年は越せるが来年はちょっとわからんな。これ1000個も貯めたのに、あと100個。お、1188まではいけそうっすね。これでおしまい。お、最後の年5年目。俺がサンタになってもう5年が経つのか。早いものだ。ルドルフも立派なトナカイになり、俺も見てくれだけは立派なサンタになった。だがこの仕事もこれで最後だ。やっと俺は自由の身になれる。そう思いながら黒ずみをしていたが、不思議なことに特別嬉しいという感情も湧いていなかった。ルドルフには空を飛ぶ力も携わり、俺は空中を滑るように飛んでいた。めっちゃすごいじゃん。はい空飛んでますね。プレゼントまた集めて戻ってきます。よし、それでは5年目やっていきましょう。プレゼントもね、結構集まったので一気にいけそうかなって感じですね。よいしょ、よし行くか。もうやる気満々だからな。真面目サンタになってる、いつの間にかこいつは。いろいろと変化が起こっていく子供たちだけど、これからどうなっていくんだろうね。ラストイヤーかな。ちょっと経験値も2倍にしちゃおうか。行くぜ、やる気サンタ。はいはい壁の向こうまで飛んでいきそうなぐらいの速度で
シャーンって。最初は自分で押してたのにな、なんかあれが懐かしくなってきますね。一年目はさ、人ん家に入ってさ、金目のものを盗んだりしてたのに。お、だがそれだけのことだ。俺はいつものように淡々と仕事をこなそうと思っていた。一軒目はいつものようにトミーの家だ。空中から見えるトミーの家は相変わらず大きいが、なんだか今年は違って見える。やっぱトミーの家行かないとさ、始まった感じがしないよな。そういうことだよね。外観はさびれ、庭には草が生い茂り、中には人の気配もない。え、引っ越した？俺がつぶやくとルドルフが、ちゃんとリストには名前がある、今年も会えるさ。会えたらいいけどね。なんかトミーの家何か起こったかな。そうだな、先に孤児院の方を回るか。だが孤児院に着くと俺は呆然となった。一体これはどういうことだ。孤児院が豪華になってるみたいな感じかな、もしかして。どうでしょう。なんでお前がここにいるんだ。見慣れた子供たちの部屋の隅に一人ポツンとしている少年、それはトミー？え、なんでトミーいんの？なんで？他の子供たちがトミーを指さして言う。こいつんち、パパの会社が倒産して、パパもママもこいつを置いて逃げちゃったのさ。散々俺らのことバカにしてたくせに、今じゃこいつも家なき子だよ。まさかの展開なんですけど。普通にさ、なんか憎まれ口を叩かれながら今年もプレゼント渡すんかなと思ったけど、まさか孤児院にトミー。トミーは何も言わず隅で小さくなっているだけだ。俺はたまりかねて言った。お前らそんなこと言うもんじゃねえぞ。さ、トミー。また機関車の5両目を上げないと。マジか、トミーなんか言うかな。俺はトミーにプレゼントを差し出すが、こんなものいらねって言ってるだろ。トミーは箱を放り投げた。トミーは毎年必ず受け取ったプレゼントを放り投げるが、俺は今年ほど胸が痛んだことはなかった。毎年投げるんだ。それもちょっと恒例になってるのかな。マジかよトミー。クリスマスくらい楽しい気分でいようぜ。マイクのその言葉にトミーはノロノロと立ち上がり、プレゼントの箱を開け始めた。中身は何なんだろう。つうかマイクいいやつだな。出てきたのはいつものブリキの機関車、それも最後尾の機関車だった。トミーはまた隅に戻り、置いてあった機関車にそれをつなげる。なんだかんだ文句言ってたのに、今までちゃんとさ取っておいてちょっとずつつなげてたのか。かわいいな。かわいいところがあるトミーにも。なんか去年ってなんか2年前か3年目の時に言ってたの気になるよね。親が家にいなきゃ意味ないみたいなさ。こいつさ、本当はサンタが来るのを待ってたんだ。マイクの言葉に俺は胸が熱くなった。そうだったのかトミー。おい、俺のプレゼントは？マイクの言葉に俺はハッとなり、おう、すまねえ。なんだ今度待ってたのか、あいつかわいいな。なんか来年もさ、行きたくなっちゃうよね。そんなこと言われるとさ。マイクは俺が渡したプレゼントを持ってトミーの横に行った。5年がかりでやっと完成したんだ。長かったぜ、まったく。トミーはようやく口を開いた。5年がかり。壮大なプレゼントだな。どんだけちょっとずつ渡したんだ、こいつ。来年は何か楽しみだな。
というマイクの言葉に、来年こそいいもの持ってこいよとトミーが俺の方を見て言った。トミー、俺は今年で最後なんだよ。マジかよ。これ来年の話になるとちょっとグッとくるね。そうだよな、もう仲良くなっちまったからな。バカ野郎、これ以上の贈り物があるか。来年は期待するな、と俺が言った次の瞬間、トミーが思ってもない行動に出た。俺に駆け寄り抱きついてきたのだ。トミー、トミーよ、かわいい。なんか最初のさ、神様に祈ってたトミーを思い出すね。あんなこともあったのに。おいトミー、バカだな、誰も来ねえとは言ってねえだろ。トミーは何も言わず泣きながらうなずいていた。続けてさらに俺を驚かせることが起こった。マイクも俺に抱きついてきたのだ。大人気、もう来年も行くしかないもん。これマイクだけじゃない、他の子供たちも一人また一人と駆け寄ってきた。みんなが口々にまた来るよな、きっと来いよというのを見て、俺はまた胸が熱くなった。俺も胸が熱くなってる今。あ、きっとだ、きっと来るよ。俺は俺まで泣きそうになるのをこらえながら、子供たちの輪の中でそう言い続けた。お金持ちの家に行っちゃった子は気になるな、こうなると。俺はいつまでも子供たちの顔が離れないでいた。俺が最後って時に、なんだったあいつらはあんなことを言いやがるんだ、つけ証明。子供のさ、勘がさ、冴え渡ったのかな。クリスマスが近くなるとさ、親が買ったクリスマスプレゼント、なんかあれがプレゼントな気がするみたいな子供ってさ、めちゃ勘が鋭くなるって言うじゃん。あれと一緒かもしれない。そんなことを思いながら夜空を飛んでいると、遠くの方に明るい光が見えた。なんだあの光は。徐々に近づくにつれ、それが何か分かった。火事、火事、大変だ。でもサンタさんは火は消せないんじゃない。子供の家かな。俺たちにはどうにもできない、消防隊に任せていくぞ。あ、ああ、ルドルフの言葉にうなずいたものの、俺は何か嫌な予感がした。一応行った方がいいんじゃない、子供いるかもしれないし。こいつ黒ずみに慣れてるしさ黒ずみの中突っ込んでくるの慣れてるし。ちょうどその家の上を通りかかった時、俺の耳に叫び声が聞こえた。あの声はルイス、あれは間違いなくルイスの声だ。お、言ってよかったじゃん、ルイス。助けてあげないと。ルイスの家なのか。おい大変だ、あれはルイスだ、助けに行かなきゃ。ダメだ、これはお前の仕事じゃない、先を急ぐぞ。ふざけるな、早く降りろ。え、言ってあげないと。これはやばくない？ちょっとトナカイ、ルドルフよ。おい、だがルドルフは俺の言うことを聞こうとしない。いいか、お前のことを待っている子供たちが大勢いるんだ。ルイスはきっと消防隊が助けてくれる。だから先を行くんだ。これ、行っちゃうのこれ。目の前火事なのに。だが俺は、今回ばかりはルドルフの言うことを聞くわけにはいかなかった。俺は助けに行く。偉い。助けに行こう。なんか何が起こるか分かんないな、人生っつうのは。ソリの上で立ち上がった俺を見て、ルドルフが叫んだ。
バカ、どんな理由でもノルマ放棄はケーキが伸びるんだぞ。そんなこと知るか。行こう。ほら、いた方がいい。俺はプレゼントをすべて放り投げると、空になった大袋の両端を握りしめ、そのまま空から飛び降りた。あれかな、気球みたいにして飛び降りたのかな。おい、やめろ。ルドルフの叫び声が聞こえたが、俺はそのまま地上へ向かって急降下した。空が飛べるようになったからさ、なんか危ないよね、着地するときは。助けられるんでしょうか。放り投げたプレゼントが空中を舞いながら落ちていく。その中を俺はルイスの家めがけて降下を続けた。空気を吸って膨らんだ大袋がパラシュート代わりだ。まさか泥棒時代逃亡に使った技がこんな時に役立つとはな。おい、こいつこんなことやってたのか。泥棒時代の経験を生かしすぎでは。なんか履歴書に書けるレベル。昔泥棒やってましたつってさ、いろいろできますつって。俺は炎に包まれて屋根に近づくと、3階のルイスの部屋の窓をめがけて大袋を操る。そしてそのまま窓を蹴り合って中に滑り込んだ。頑張れ。もうプレゼント渡すどころじゃないこれ。ルイス、目の前には柱が倒れており、ルイスは身動きが取れないでいた。サンタさん、助けに来たぞ。おい、ルイス。俺はルイスめがけて飛び込んだ。そして炎から防ぐためにルイスを大袋でくるむと、そのまま担ぎ上げた。ルイス、行くぞ。いや、よかったな、でも間に合って。これ助けられる感じでしょ。俺は窓に向かって駆け出した。窓から飛んで向かいの木に捕まれば助かる。だが次の瞬間、崩れてきた部屋の柱が俺の足に直撃した。やばいやばい。ちょっとどうなっちゃう。バランスを失った俺は飛び損ない。ルイスを抱えたまま窓から落下。もうダメだ。そう思った次の瞬間、そうか、木まで飛べなかったんだ。ちゃんと3階から落ちたんでしょ。危なくないか。俺は自分の体が空中を飛んでいることに気がついた。そこはソリの上だった。間一髪でルドルフが助けに来たのだ。よかった、ルドルフ。あいつもやっぱり5年間で絆が生まれてる。ルイス、俺が袋を剥ぎ取るとルイスは思い切り俺に抱きついてきた。サンタさん怖かったよ。ケーキが伸びちまいますな、これは。まあ、いいんじゃないでしょうか、みたいな。なんか銀玉みたいなさ感じになって悪いね、これ。よかった、助かったんだ。ほっとした途端、俺はルイスを抱きしめたままずっと気が遠くなっていった。それ無茶するから。これ配り終えたら終わりかな。どうなっちゃうんだろう。あと少し。いった。ケーキ終了。俺は神のもとにルドルフと呼ばれた。右足の火傷がまだ痛むが、そんなことはどうでもよかった。残りのプレゼントを俺が投げ捨てたおかげで、90人の子供たちにプレゼントが届かず、クリスマス史上ありえない事態と大問題になっていたのだ。お、まだあった。よし、配ろう。
エンディングかと思った。そっか、神様のとこに行って、ちょっと説明しないといけないのか、これ。だが俺は、ルイスが助かったことで十分だった。聞けば彼女の親も無事だったようだ。本当に良かった。あとは、俺の審判を待つだけだった。ちょっと神様ちゃんと頼むよこれ。お前はノルマを放棄した。神に言われて俺はうなずく。分かってる。ノルマ放棄はどんな理由があっても許されないんだろう。その通りだ。刑期延長の覚悟はできているさ。まあ、来年も来てくれって言われてますんで。だが神は首を振った。今日限りでお前の任を解く。5年間ご苦労だった。え、神よ、今何と言った？お、終わり？終わりでしょうか、これ。終わっちゃうのかな？お前はサンタとして子供たちの夢を見事に分かち合ってきた。これでお前の仕事は終わりだ。どこへでも好きなところへ行くがいい。ええ、神様ちゃんと見てた。ルドルフは実は結構融通が利かない真面目なやつで、やっぱ神様も見てるしみたいな感じだったけど、神様はちょっとちゃんと見てたのかな。俺は黙って何も言えなかった。俺は予想してない神の言葉にただ呆然となっていた。自由の身、何年も待ちに待っていた自由を俺はやっと掴んだのだ。なんか神様も結構厳しくてさ、普通にお前延長なみたいな言われるかと思ったのに。だがこの気持ちはどうしたんだ。何かがぽっかり抜けたようなこの気持ちは。最初逃げることしか考えてなかったのにね。配っていきましょう。俺の頭の中でトミーやマイクやルイス、それに他の子供たちの姿が浮かんでは消え、そしてまた浮かんできた。いや結構いろいろ言われてきたけどさ、仲良くなったじゃんな。だって来年も来てくれよとか言われてさ、自由になったところで俺には帰る家もない、待っている家族もない、また元の泥棒に戻るだけだ。しばらく考えて俺は言った。言っちゃうかこれ。サンタになると言ってしまうか。俺みたいなやつが戻ったって世の中の役になんか立ちはしない。神はそれがどうしたという顔で俺の言葉を聞いている。泥棒だった俺が逆に子供たちに贈り物を届けることで、俺はあいつらと大切なものを分かち合ってきた気がする。ほう。神様ちゃんと聞いてくれるんだね。誰かと何かを分かち合うことが一番の幸福だってことを俺はあいつらに教えられてきた。いいじゃん。そうだね。やっぱ何かをしてもらうよりも、何かをしてさ、相手に喜んでもらった時の方が嬉しかったりするじゃないですか。なんかそれに近いものがある気がする。ふむ。俺はそれを失いたくない。それで、ルドルフも黙って俺の顔を見ていた。相棒。だから、このまま続けたいんだ、この仕事を。それを聞いた神が表情を変えずに言う。お前の刑期は終了したの。神！
神、お前頭固いな意外と。さっきはちょっといいやつだと思って言ってしまったか。頼むぞ神。そうか、やっぱりダメだよな。俺は黙ってうなずいた。さすが神だ。これこそが俺に対する最高の刑だ。これが俺の罪の報いなのだ。だが、そっか、逆にそれがさ、罪になるっていうか、それが刑になっちゃうってこと？めっちゃ厳しいじゃん、神。刑期を終了したお前に、神の使いとして新たに役割を命じる。お！来たか、これ、神の優しさ。なんかさ、ルドルフみたいな感じになっちゃったりして。こう、トナカイに変身させられて、次の泥棒の相棒になったりしてな。そんなことはないか。え？期限は無制限。期限は無期限。役割は。俺は、二つ葉を飲んで、神の言葉を待った。お前の役割はサンタクロース。あ、よかった。トナカイじゃなかった。トナカイかと思ってた。ちょ、今さ、気づいたけどさ、この左上のさ、プレゼントあげる数さ、960ってサンタクロースのクローなのかな？これ、関係ある？最後ちょっとこじつけてきたかと思ってさ。お、本当か？俺は嬉しさのあまり、そっと遅いになった。俺は本物のサンタクロースになったんだ。一年目から一応言ってたけどね。信じてもらえなかったからな。お前サンタじゃねえだろとかって言って。やっと名乗れるね。本物のサンタクロース。あと60個。神が最後に言った。メリークリスマス、サンタクロース。サンタになっちまった？あと30。これでおしまいかな。よいしょ。お、エピローグ。俺はルドルフのソリで、夜空を駆けながら家路についていた。ルドルフは相変わらず無表情だ。こいつ、俺の決心をどう思ってやがるのか。ルドルフはもう、またこいつの相棒かよみたいな思ってるかもしれん。おいまだあんの？プレゼント集めるわ。はい、じゃあエピローグ最後やっていきましょう。これで最後か。てっきりね、今ので終わりかと思ったけど、もうちょっと続くみたいです。ツイートするか。経験値2倍。本物のサンタになったからな。しかし、神の野郎も大したことないな。俺の野望に気づかないとは。俺は独り言のように言った。まさかお前、何かまだ企んでる？本物のサンタクロースになって、さらに。来年こそ金目のものを5万と盗んで逃げ出してやる。お前もせいぜい俺の監視を怠るなよ。それを聞いて、ルドルフはふんと鼻を鳴らしていった。え？本当に？本当に盗むの？こいつ。そういえば、お前に助手がつくらしいぜ。何？助手だと？そいつは神様に直々に志願したそうだ。何としてもお前につきたいとさ。こんな、こんなやつに志願するって。誰だ？俺はそんなやつ心当たりなど。名前はトミーとか言ってたな。トミーじゃん。トミーが来るか、まさか。サンタクロースにはまだ早いんじゃないか。トミーってあのトミーか。
富は誰かのために何かができる人間になりたいんだとさ。それをサンタに教えられたと神に言ってたらしいぞ。仲良くなっちゃって。トミーのやつそんなことを。俺は目頭が熱くなりそうになるのをこらえながら大げさにケッと言った。あのクソガキに務まるかよ。この仕事が。やめた方がいいな。うん。なんか、喧嘩しながらさ、配りそうじゃない？助手にはなったがいいが、みたいな。実際に働くと、なんだかんだ喧嘩になっちゃう、みたいな。それでもまあ仲はいいんだけど、みたいなさ。だが俺はトミーと仕事ができると考えただけで、胸がワクワクする気持ちを抑えることができなかった。本当に俺の下につくなら、徹底的にしごいてやる。覚悟しとけよ、トミー。トミーの方が仕事ができたりしたらめっちゃおもろいだよね。え、お前やるじゃんみたいな。まさかトミーがサンタになってくるとはな、全然想像できなかったよ、これ。今度こそ、これで終わりでしょうか。最後かな、これで。よいしょと。それを聞いたルドルフが、いつものすまし顔で言った。それでこそ俺の相棒だ。星空から見下ろす街並みを見ながら、クリスマスってのは子供だけでなく、サンタクロースにとっても待ち遠しいものだったのだと、俺は今更ながら感じていた。メリークリスマス、楽しいクリスマスを。また次の泥棒が。これ一周しちゃったのかな？こんなこと思ってたのにね。はい。一応クリアということなんでしょうか。一周しました。面白かったですね。なんか意外な展開が多くて、どうなっちゃうんかみたいな、あの火事の時とかドキドキしました。すごい良かったです。なんか子供、サンタのことをさ、思うと、なんていうか、サンタクロース側に立つ、ことなんかなかなか、何サンタ側になって考えることなんかなかなかなかったんだけど、何子供の時からさ、もらうことばっかり考えてさ、あれが欲しいとかさ、なったりとか、大人になったらなんかそういうことも考えなくなっちゃうしさ、実際サンタクロース目線でさ、子供の成長とか、こうやって見てたら、こういう話もあるんかなと思って、結構心も温まってよかったかなと思いました。面白かったです。いいですね。またどこかで。サンタ、泥棒サンタ頑張ってプレゼント配ってるかもしれません。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。メリークリスマス。バイバイ。